はい、こんにちは。秀則ミュージックスクール校長秀則です。ノリス。カッティングで薄くピック当てたいのですが、なかなかコントロールできません。コツありますか？薄くっていうのは深く入らずに、いわゆるザクザクをやりたいってことですよね。チャカチャカっていうよりもバサバサってやつかな。まずカッティングのこの振り自体がすごいブランブランで抜けてるとか、これ抜けてたら絶対コントロール無理ですからね。こんなブラン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 してたら、しっかり力入れてバサ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 します。しっかり力を入れて自分で動かす。指先まで力入れて固めて、ピックをちょっと長く持つ。僕なんかバサバサやるときこうやって持ちますけどね。これぐらい、こういう、こういう、ああちょっと薄くなっちゃった。回転を強めにしてこう、こういう感じじゃなくて、僕こういう時はこうやって持ってます。で、短く持って回転が強かったりすると、こんな感じですね。まあ、ちょっとやってみてください。で、元々のピッキングのコントロールができないようなピッキングをしてたら、ピック長くの持ってもコントロールができないです。というお話でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。